水泳バックフットマーク株式会社は東京都墨田区に本社を置く縫製会社。1946年、創業者の磯部徳造により、小胸の製品製造卸会社の磯部商店として創業。当初は幼児向けの布製おむつを主力に、造り袋やリュックサックなどを製造していた。当時のおむつは、蒸れやすく、夏に売れない問題があったほか、 1970年代より、製紙メーカーによる紙おむつが主流になり始めたことをきっかけに、業態転換を行う。おむつと形が似ている、試しに頭に被ってみるとちょうど良いフィット感であった、という理由で、おむつの縫製技術や耐水技術を転用できる、水泳帽の開発に着手。それまで、日本国内では、水泳帽を被るという習慣が、 一般的ではなかったが、ちょうど小学校、中学校の体育の授業に水泳が導入される時期であったため、学校に対して売り込みを実施。水泳棒を色別に分けたり、各色のマジックテープを貼ることによって、各人を泳力別に分けることができる点が、教師からの指示を集めた。日本国内の水泳棒のシェアでは、約5割を持つトップメーカーであり、学校用水着でも、 採用手となっている。また、アイドルの写真集などでも、トースクール水着が採用されたことがある。以降は、タオルやバッグなどの水泳関連製品のほか、高齢者や水泳を増えてとする人、介護を必要とする人向けの水泳用具事業へもシフトしており、一時期家庭向けの小型流水プールも販売していたこともある。 ビートイタもフットマークが開発したものであると報じられている。2012年からは今まで手薄であった共栄用水着の販売も強化しており、イタリアの水着メーカージャケドの製品のライセンス生産を行っているほか、金とリエラがジャケドエリートチームに所属している。フットマークの社名は社長である磯部成分の足型が好きという理由によって1982年に 旧社名から変更されたものである。フットマーク直営の EC サイト、水着で元気工房ウキウキ屋も運営しており、ここから購入が可能なほか、amazon.com 楽天からでも購入が可能となっている。1970年代の業態転換時には、赤ちゃんのおむつカバーを改造して介護用おむつを開発したことをきっかけとして、介護分野への進出も行っている。 発売当時は医療用おむつ、病人用おむつなどの商品名で販売していたが、ネーミングに温かみやいたわりを表現させるため、1980年に社長の磯部成分によって介助、看護から一文字ずつ取った介護という単語を公案。1984年に商標登録しており、介護の言葉の発祥はフットマークであるとする報道があるにはすでに、 法令上で登場している。介護日本の介護参照。介護商品が世に出始めた時期、及び国の介護保険制度が施行され始めた2000年頃より、保険会社などから商標の使用料の問い合わせが相次いだが、使用料は一切受け取っていないという。ジャケドの水着を着用するナジャヒグルジャケドは、イタリア共和国ロンバルディア州パビーア県ビジェーバの発祥の水着メーカー。 2008年7月4日設立。創設者は、フランチェスコ・フォブリコで、ブランド名の由来は、水泳を志す二人の息子、ジャックとエドから。水泳の指導者セルビジーの意見を仰ぎながら、自身の持つ、材料、加工技術を活かし、J-01 を開発。極薄のポリウレタン生地を熱圧着することで、水の抵抗となる縫い目をなくした高速水着で、 2008年北京オリンピック、2009年世界水泳選手権で実績を残した。フットマークは2010年にイタリアジャケド社と独占輸入販売契約を締結し、日本における総代理店として企画製造販売を行っている。ありがとうございます。